ショーツ界の革命児になるのか。やるねと、ファミマさんやるねと。唯一デメリット1点あるなと思うとするなら、はい、本日ですねこちらファミリーマートのショーツをご紹介していきたいなと思います。ということで、これがですねショーツ界の革命児になるのかっていうのをね見ていこうかなと思うんですけど、今年のね2023年4月25日に発売されたばっかりで、僕まだ開けてないんですよ。だから一回ねちょっと開けていきたいなと思います。一応素材感とかは裏に書いてるんですけど、そんなことどうでもいい、とにかく開けていって生地感とか見たいなと思うんですけど、さてどんな感じでしょうか。なるほどなるほどなるほど。カラーはねブラックのみみたいなんですよ。でサイズが M と L の通展開で、一応全国のファミリーマートで売ってるらしいんですけども、場所によっては売ってないところもあるよと。ちょっと一回ひっくり返してみましょう。ひっくり返すとね、特に裏地があるわけでもなくて、ポケットのところに生地があるぐらいなんで、こうライナーがねあったりする方がいいとか嫌やとかっていういろんな勝手な意見みんな言うんやけども、まあ、僕もない方がいいんですけどもね、それライナーはないので、パッと見た感じはバーサタイルかなみたいな、ノースフェイス の, そのバーサタイルショーツに似てる質感やなとも思うんやけど、ただこれナイロン 100% の素材なんですよ。でこっちはねナイロンもあるんやけど、65にコットン25、ポリウレタン10杯から多分めっちゃ快適なんですよね、履き心地が。ちょっと入りましょう。この下の方を見ていただくと、ちょっと足元にはねナイキとティファニーのやつを入れてみましたけども、どうでしょうか。サイズ感的には僕これ M サイズで多分ちょうどいい感じかなと思います。別に腰パンしてるわけでもなくて、ちょうど膝上に来るぐらいなんで、サイズ感としてはね結構いい感じちゃうかなと思います。特にこういうバーサタイルとかってもうちょっとね丈感が短いんですよ。そういう短いのがちょっと苦手やなっていう方なんかはね、この長さは結構いいかなと思います。あとポリウレタンが入ってるでしょ。だから多分相当ストレッチ性いいと思いますけども、あ、めちゃくちゃ伸びるな、めちゃくちゃ伸びますわ。これは履きやすいですね。っていうのもね、なんで僕今回ファミリーマートのこのショーツね買ってみたかっていうと、ファミマのね下着めっちゃいいんですよ。で僕パンツね、下着のパンツよくファミリーマートで買うんですよ。でそれもね旅行とか行ったりしたら、だいたい東京とか行ったらファミリーマートあるから、そこに下着見たりしたら派手な下着がまたあるんですよ。その派手な下着僕大好きなんですよね。で結構質感とかも良くて、価格がそれにしてはコスパいいなっていつも思ってたんですけど、このショーツもね値段が確か1990円ということで2000円切るんですよ。税込みですよ、税込みで1990円から相当安いんですけど、もしかしたらもう今人気でないかもしれんけど、それと比べたら見てください。靴、これいただいた靴だけど、これ18万か19万ぐらいするから、靴がこれ100倍しますね。このショーツ100着買って予約後のスニーカー1個と同じぐらいの値段ということで、ちょっとこの辺の金銭感覚ねバグってますけどもね、そういった形でショーツとしては全然いいんちゃうかなと思います。これ水陸両用なんかな、そんなことは書いてないですね。でまあポケットの生地がポリエステル 100%、まあ、これは普通ですね、どこでもあるような感じなんですけど、これ黒のショーツにしては結構いいんちゃいますかね。っていうのも形的にこうでっかいのあるじゃないですか、まあ、ここにもショーツザーって並んでますけども、結構でっかいダボーっとなってるのが好きな方もいらっしゃると思うんですけど、僕似合わないんですよああいうのね。どっちかというとストーンと落ちてくれて、まあ、丈も、まあ、そんな短くないよってなったら、例えばこういうの何がいいかっていうと、僕普段短め履きますけども、短め履いてねちょっと困る時あるんですよ。ノースフェイスのこういうのを履いた時に困る時、何が困るっていうと、チャリンコ乗ったらねほぼもう見えてるんですよ。見えかけとかじゃない、もうほぼ見えてる、もうぶら下がってる状態やから、ちょっとそれまずいなと思うけど、これやったらチャリンコ乗ったとしてもこれぐらいしか上がらへんから全然問題ないかなと思います。もうバーサタイルでねチャリンコ乗るとねここまで上がるんですよ。もうそれはほぼ見えてると一緒で、特にこうやって足回してたりしたらどっかの隙間で見えてるやろと思うけども、まあ、これに関してはねチャリンコ乗っても全然問題ないかなと思います。イメージで言うとね、僕一番近いなと思うのがこのワイルドシングスが近いですね。このショーツね、似てるでしょ。ワイルドシングスってここね、ロゴポーンって入ってるだけなんですけども、これもねストレッチ性あるんですよ。だから結構似てるなと思って、ちょっと一回履き比べてみましょう。これがねワイルドシングスなんですよ。ワイルドシングスが確か5、6000円ぐらいだったかな。なのでそう考えるとコスパ相当いいですよね。で、まあ、ワイルドシングスの方もこれはこれでまあいいんですけど、まあ、ロゴがいらんとかっていう方も結構最近多いと思うので、そういう方なんかにはね非常にいいんじゃないかなと思います。じゃあねこのショーツのデメリットはね何なんかなっていうことなんですけど、まあ見た感じのデメリットってあんまりないと思うんですけど、唯一デメリット1点あるなと思うとするなら、素材に 25% コットンが使われてるって言ってましたね。それコットンが使われることによってどうしても洗うと、風合いが出てくるっていう言い方もできるけども、もっと言うと黒みがちょっと
白っぽくなってきやすいというところが、まあ、デメリットというか、まあ、ちょっとそういうコットンっぽい、風合いの変化があるんじゃないかなと。だから例えば僕が今履いてるのはワイルドシングスとかって、これナイロン100かポリ100かだったから、基本的に洗っていってもそんな色が薄くなるってことないんですけど、どうしてもねコットンはあの洗うと T シャツかもそうじゃないですか、黒の T シャツずっと洗ってらっしゃったらちょっと白っぽくなるじゃないですか。あれと同じような現象が起こる可能性があると。ただ 100% コットンじゃないので劇的に白くなることはないとしても、ちょっと当たりとか出るんかなっていう印象がね、もしかしたら出るかなぐらいな感じで、特にウエストの部分ですね、この辺りの部分っていうのは出てもおかしくないなとは思うんですけど、まあその辺がデメリットと捉えるかメリットと捉えるかちょっとわからないんですけど、そういうところがあると。あとよく僕言いますけども、もう一個気になるところっていうのはポケットですね。このポケットのメッシュの編みちょっとやめてくれへんかなって僕いつも出て、鍵ね、家の鍵とかぶち込んだりしたら絶対引っかかるんですよ。だからこれ、このタイプのねメッシュね、もちろん通気性良くて履き心地いいんですけど、鍵引っかかるからちょっとどないかしてほしいなと思ったりするんで、まあ、この2点ぐらいがデメリットかなと思うんですけど、じゃあおすすめの人はどんな人がおすすめなのかってもう一回履きましょう。これはねおすすめとしてはね、街中とかで履くっていうのももちろんできるんですけど、それよりももっとおすすめやなと思うのがスポーツ、あの動く時とか考えられて、こうストレッチとか効いてるのでジムとかでも多分使えるし、さっき言ったチャリンコとかも全然いけるしって考えたら、動くシーンにいいんじゃないかなと思います。でまあもちろん普通の私服でも全然いけるっちゃいけるんですけど、ただねこれあのデメリットで言うの忘れたけど、2サイズしかないんですよ。2サイズですよ。2サイズしかないから、 M と L しかないから、僕今178の69で M サイズ履いててちょっと余裕あるぐらいなんですよ。だからちょっと細い方とか背の低い方はこの丈感では履けないと思うんですよね。だから S とかまた出てくるとね履けるかなと思うんですけど、まあとにかく今ある店舗の在庫を全てなくしてしまえば、あ人気なんか、商品開発部がね、おいおいおい、なんかショーツエラー YouTuber がやりだしてから人気出たぞと、ちょっと S と XL もすぐ作れって言って作らせることになるかもしれないんですけど、まあ今の段階では M と L だけなんで、 L は僕はちょっとねもうでかくて履けないと思うんですけども、まあその辺が唯一のデメリットなんですが、まあ、スポーツとかそういう動くとき考えたり非常にいいんじゃないかなっていうことで、まあ言うてもこれ1900円ですから、僕今ここにずらーっと並んでるやつどれも5000円以下ないですからね。それ考えてると、まあ、こんだけこういろんなショーツ持ってるけども1990円でこのブラックだけに絞ってきたっていうところがね、やるねと、ファミマさんやるねと、他に多分色入れようと思ったら入れると思うんですけど、入れるとやっぱ色味が出すの難しいんですよね。ほなこの辺あるのと変わらへんやんってなってくるんだけども、あえて黒だけでいくっていうところがね、男心分かってますななんて言いながらね、この辺で終わりたいなということで、本日はですねファミリーマートのショーツを紹介してみたいと思います。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。